お疲れ様です。最近ソックスマジマヨ、スタイリスト潤太です。はい、ということでお久しぶりです。この長編動画は、久しぶりの撮影になると思うんですが、もう何年ぶりかというところで、本日はフランスに行って JM ウエストに行って、なのに何も買ってる購入品紹介がない、おかしいと思いませんか？いや、おかしいですなので今回は JM ウエストの購入品、こちらのローファーをご紹介していきたいと思います。はい、ということで今回 JM ウエストに行かせていただいたのはフランスの本店、本店ともう一点あったと思うんですけど、そちらでもソックス買わせていただいたりとはしましたが、ソックスに関しては今行方不明ですので、また見つかり次第動画を出そうかなと思っておりますということで今回ご紹介させていただくのはこの JM ウエストなんですが、見てください、これがこれまで使わせていただいてたダークブラウンの180のコインローファーですね。使って早何年だろうな、4年ぐらい、4、5年ぐらいには至るとは思うんですけれども、このようにエイジングしてしっかりとケアをされていただいております。そこでなんですが、私これをずっと履いていて思ったのが、あ、ローファーはやはり JM ウエストが最強だなと思いまして、このようにまた買い足しさせていただいたのがこのブラックのローファーです。ブラックの、通常のスムースのレザーだとちょっとつまらないなと思いましたので、まあ、このように、総称して呼ばれるのがシボ革ですね。まあ簡単に言うと片押しみたいな雰囲気のものにされていただきました。正直片押しにも種類があって、エンポスレザーとシュリンクレザー、まあ片押しが、まあ、エンポスだとしたらシュリンクが薬品をなじませて縮ませるんですよ。そうやってできたのがこのシュリンクレザー、もう結構あるんですけれども、このようにあるんですけれども、ちょっとどっちで紹介するか悩んでます。店員さんにもちょっとどちらかわからないって言われたので困ったなっていうところなんですが、まあそちら置いといて、まず皆さんが気になる点っていうのを、この180の魅力はこちらでもちろんちょっとご紹介はしてるので、まあそれだけではなく、実際にフランスでどんな対応をされるのかっていう点を引いてると、こちらやっぱり新品とどれぐらい馴染むのかっていう点について、今回は2点、大きく語らせていただきたいかなと思っております。現時点で、まあ、一応ですね、フランスから購入してからというものを履いたのはおそらく 4、5 回です。実は春夏のシーズンに履こうと思ってたんですが、まあいろいろ紆余曲折ありまして、ずっと保管したままになっちゃったんですね。ですがこれからガシガシ履いていこうかなと思っております。まあ、サイズ感の違いについては、こちらどちらとも7の C を買ってます。ウィズが C のものですね。私の場合横幅がそんなに大きくないっていう足の形をしてるわけなんですが、まあ、C でも最初はちょっと痛いんですよ。痛いんですけど、馴染んでくれば 7C だと逆にちょっと緩くなるかなぐらいのサイズ感にしてあります。実はもっとピタッとしたサイズを一回履かせていただいたんですよ。 7B もしくは6.5の C、 どちらも履かせていただいたんですけれども、痛くて履けないんですよねそうなると痛くて履けなくての話どころじゃなくなるので、そうなったらどうしてもということで、私は 7C を選ばせていただきました。店員さんから見ても 6.5 の C と 7 の B どっちもちょっときつすぎると、これはさすがにやべえぞと言われましたので、私としても 7C で馴染ませていくのがいいのかなと思っております。実際これ、まあ、5、6年履いてそれです、まあ、すごい沈み込んだわけじゃないんです。だいたい 0.4 ぐらいかな、 0.34 沈んだかなくらいなんですが、ジャランするぐらいからハーフサイズぐらい落ちるんですよ。ハーフどころかワンサイズぐらい沈み込みすぎるっていうのが界隈では結構広がってるんですよね。実際にそれで履けなくなったっていう方多いですし、私自身も経験してるので、なので実際にですね、皆さんもサイズを選ばれるときは、そのシューズが実際どれぐらい下に、まあ、沈み込みがあるのかっていうのを、まあ、軽くでいいので購入レビューとかを見て把握しておくとサイズ選びはしやすいと思います。フランスの店員さんのご対応すごい良かったです。日本語を話せるスタッフさんもいらっしゃいましたし、私が対応していただいたのは
女性の店員さんだったんですけれども、結構最近はガチガチのフィッティングで、はいこれ以外売らないみたいな、そんな感じの対応されないっぽいですね。やはり時代の経過とともに接客スタイルというのも変わってるらしいです。それと青山のJM エストンの店員さんの対応が素晴らしいということは、勝手に私の界隈の中で話してるんですけど、すごい素晴らしいということなので、ぜひ JM エストンの青山店とかも行ってみると面白いんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まあ、こちらの JM エストンのローファー買わせていただいてるんですけれども、2足買うぐらいなので、まあ、正直形が本当に綺麗なんですよね。ラストの秀逸さっていうのが、やっぱりこれまで何十年何百年と続いてきた型紙ですから、やはり人の足に合うっていうのはもちろんのこと、それだけではなく形の美しさがやっぱりあると思うんですよ。ローファーって結構ここの、甲の部分が長すぎると、まあ長い分フィッティングは上昇するんですが、ちょっとスマートな印象に欠けるというか、そしてここが短すぎると、ベルジャンシューズみたいな、室内履きのシューズみたいな雰囲気になってしまうので、結構難しかったりするんですよね。なので、ぜひ今後ローファーを検討されるという方は、さすがにジェームエストン結構やっぱり10万円、まあ普通3万円でも高いですから、3万円でも高いんですけど、もう一生ものというか長く使っていきたいなっていう方には、ぜひともお勧めしたいシューズの一つです。特にあと1点、シボ革、こういったちょっと片押し系の革の場合ですと柔らかさがあるんですよ。もともと熱を加えつつ片押しをするので、その分熱によってちょっと柔らかくなるっていうのももちろんありますし、あと、まあ型って簡単に言うとギザギザになるじゃないですか。そうなると屈曲性が上がるので、そういった部分でちょっとフィット感が変わってくるのかなっていう部分があるので、これから検証していきたいなと思っております。私、修理歴はあれですね、以前修理の動画出させていただいたように、トゥーアタッチの部分とここのトップリフトの部分を交換してるんですが、まあこれからどんなエイジングをしていくかっていうので、こちらも楽しみですし、このローファーも引き続き、春夏をメインに、そしてカジュアルなジャケパンとかのシーンも含め、そういった時に使っていきたいかなと思っております。はい、それでは今回 JM エストン、ご紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。皆さんもいいものを長く使いたいという方には、ぜひお勧めしたいシューズの一つです。ぜひ皆さん、チャンネル登録、高評価、そしてインスタグラムのご紹介、インスタグラム、そしてツイッターが今バズってるので、ぜひそちらの方もご覧いただければ幸いです。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。本日もありがとうございました。